今日はラスベガスから30分のパイユーテリゾートという、砂漠のど真ん中にあるリゾートに来てます。今日は、チャンピオンティーガルで、6600ヤード、イーブン以下の場合は100ドルプラスホールマッチカットで100ドル300ドル目指して頑張ってください。頑張ります。15番ホールモエカプロのティーショット、左後ろ7時ぐらいの方向からの追い風です。ナイスショットです。竹内さんも同じくドライバー430ヤード、パー4追い風です。おっとちょろってしまいました。フェアウェイまで行ったかな。そして欲しくない恥ずかしいショット、ちょろってフェアウェイまで届きませんでした。まあまあですね、セカンドショット、これ今セカンドショットです、届くから朝のショット175ヤードセカンドショットです。ユーティリティ6番です。ナイスショット、乗った感じですね。はい、竹内さんのサードショット83ヤード56度でいきます。かなりの追い風です。あ、ちょっと左に引っ掛けてしまいました。あ、アンフレンドリーバウンド、竹内さんの4打目。あ、でかい。まあしょうがないね、これね。フォーン、モエカプロはほぼナイスショットでほぼ乗ったんですけど、ここに落ちてしまいました。モエカプロのバーディーパットになります。OK パーです。ナイスパー。見るしかない。竹内さんは入れてボギー、ハンデホールなので入れれば引き分けになります。残念、ダブルボギー、ダブルボギー対パーで竹内さんのワンダウンです。竹内さんが気絶するほど難しいと音を上げてるパー3です。PGA でやっても3いかないんじゃないの。平均189ヤード、この風だよ、右から左の。モエカプロ何で打ちますか。5で、はい、ユーティリティ5番でいきます。180向かい風、向かいじゃない、強烈な右からの風です。素晴らしい、安全、グリーン右端に、グリーン右端です。乗ったか乗らないかぐらいです。まあ左怖いんであれがベストでしょう。あ、モエがセーフだったのね。セーフって右端、グリーン右端、乗ったか乗らないかぐらいのところ。さあどういうチーピンを出すか。ドローヒッターです。左全部池のセッティングでドローヒッターです。ちょろって右の跳ねて砂漠に落ちなくてセーフです。竹内さんはパー3シャンク系でド右に出して、こっから70ヤードぐらいです。追い風、クラブは何ですか。60度です。グリーンはここです。まあいい感じ、ちょっと大きい。
けど止まった落ちた。萌香プロはティーショットでここに持ってきてバーディーパットです。強くない？強い、池に入る、池に入る、超強いよ危ない。竹内さんはセカンドショットいいショットだったけれどもグリーンに止まらず池に落ちてしまい、ワンペナ払って3打目ワンペナで今度4打目です。これを入れるしかないんだよ竹内さん、これ入れて4でボギーです。いい感じ。惜しい。ダボー。オッケー出ました。ダブルボギーです。モイカプロパーパットです。え、待って、怪しくない？あれ？これ。あれ？これ怪しくない？ねえ、OK くれたよね。待って、ゴーでしょ？でもうちがこれ外したらゴーになるってこと？そうよ。ナイスパットで4。悪夢の4パットになる。竹内さん入れても5なのでギブアップです。残して2ダウン。森川選手15番のティーショットです。ナイスショー。いったんじゃないかな。あのバンカーの右抜けてったと思うけどな。風は真左です。左ドッグレッグ上りのパー5です。17番。イビとビ2つはハンデがあるから頑張ろう。あんまり当たり良くないけどドロー系でランは出てると思います。竹内さんの17番ホールセカンドショットです。ミスれない。パー5です。問題なしです。やや右端低い球でランが出てます。足場が悪いところからのセカンドショットです。ナイスショット。ちょい右すぎるかな。よいしょ。竹内さんはロングホール2打目でここに来てます。163ヤード。5番ユーティリティ。風は奥かな。風は強い風が竹内さんがグリーン向いて左からガンガン吹いてます。おお、旗まっすぐ行って惜しい。ギリギリバンカー越えてギリギリグリーンの手前です。萌香プロ2打目ここに来てます。ロングホール2打目、ちょっとボールが潜っててライが悪いです。142ヤードです。はい。左の花道にレイアップです。狙いやすいところに3打目を置きました。萌香プロ3打目刻んでここです。ここから4打目勝負です。ロングホール50ヤード。おお、ナイスショット。ナイスショットです。やばいじゃないこれ。竹内さんもここから4打目になります。パーティーじゃない。俺パー取らないともう負けじゃん。違いますよ、あれ次パーパット。え、うん、パーパット刻んだからパーパット。あのなんかめっちゃラッキー。3打目刻んだの。おー、そうだ、4音か、うん、あれパーパットか。オッケー。オッケー。弱いか。全然届きません。10メートルのロングパットを残してドービーホール。負け、うん、
竹内さんはここに4オンです。モエカプロは1メーター50ぐらいのところに4オンです。2人ともすでに4打目打ってます。これから5打目、10メートルぐらいのパーパットです。距離はちょうどでしたが方向が悪かったです。じゃあこれ入れたら勝ちか。そうですね。モエカプロは1メーター50ぐらいのパーパットを残してます。はい、OK、 さあ入れたら勝ちやん。 OK 出て竹内さんは6で上がってます。入れたら勝ち。ナイス、おボギーボギーでボギーボギーでハンディがあるので竹内さんの勝ちです。最終ホール18番ホールです。ここが名物ホールで、クラブハウスに向かって全部左側が池です。すごいね、これも。ここは竹内さんが根を上げてる超難関のホールです。向かい風で左側が全部池で、グリーンはセカンドショットではアイランドグリーンのような感じで非常に難しいです。最終ホールモエカプロ左側全部池という名物ホール、ティーショットに入ります。ナイスショットです。よいしょ、全く問題ない、安全なショットです。絶対絶命の竹内さんです。3オンしかできないんだから、3オン1パット狙いしかないそうです。おお、どこに打った。すごい右行ったんだけど。おお、ギリギリ残りました。砂漠に入らなくて済みました。砂漠の方に打ってしまいました。竹内さんは右に大きく曲げて、あちらがフェアウェイですけれども右に大きく曲げて、ライもとてつもなく悪いです。とりあえずフェアウェイに出ればオンの地というショットです。まあしょうがないです。30ヤードぐらい左に出ただけです。仕方ないですね。竹内さんのボールは今の悪いライから2打目出してここです。まだパー4ですけれども3打目で乗るような状態じゃないです。はい、刻んでナイスレイアップです。4打目勝負です。モエカプロティーショットナイスショットだったんですけれども、向かい風だったので残り180残ってます。ユーティリティ5番ウッド、5番ウッドだそうです。180、強烈な向かい風。ナイスショットですけど右に逃げて、右のバンカー方向ですね。右のバンカー方向、まあ池じゃないので問題なしです。竹内さんは4打目残り86ヤードを寄せはしないと。パー4で4打目残り86ヤードですけど、11時の方向から強烈な向かい風です。寄せはしないと思ってるから100ヤード今日で打ちます。クラブは、ピッチングピッチングウェッジ。ドローがかかればちょっと大きい、あ、戻る、ちょっと大きいけどあれを入れるしかない。6、7メーターあるかなって感じかな。モエカプロの2打目はグリーン右手前バンカーです。
40ヤードぐらい、45ヤードぐらいでしょうかね、のバンカーショットになります。さすが、さすが、おお、1メートルにつけました。ナイスショットです。竹内さんは4打目でここです。第3打目ナイスショットで今日は待ち配慮しました。はい、一応記念にこれを打ち込みます。もうナイスです。ちなみにモイカプロは40ヤードのバンカーショットを息の根止めるスーパーショットで1メートルつけました。じゃあ一応打ちますか。一応打ちます。外したら意味ない。外したら最悪だ。ナイスパー。ナイスパー。サンドセーブパー。試合終了です。お疲れ様でした。普通のサンドセーブパーじゃないもんね。うん、すごかったよね。40、50ヤードのサンドセーブパー。最後スーパーショットが出て、息の根止められてナイスパーを取ったモエカプロの勝ちです。なんか一言どうぞ。そうですね、今日はバーディー取れなかったんですけど、ハンデが11ホールやったので勝てたと思います。14やったら無理やったんで今日はちょうどいいハンデでした。はい、超絶難しかったよね。はい、風がすごい強くて、あとピート台設計のコースですごいトリッキーで、水もあったし、かったし、はい、障害物多かったし、うん、LPGA でこの風でやってもアンダーパー出ないね。めっちゃ難しかったです。ちょっと難しかった。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた明日もよろしくお願いします。はい、お願いします。